どうも内田明です。よろしくお願いします。そしてはい何もってもらえない。はい、どうも内田明です。よろしくお願いします。そしてはい、スタジオミスの和代です。よろしくお願いします。今日ね、やってみたい企画がこちら、トランポリンですね。トランポリンで何やるのかっていうと、トランポリンを1分間飛び続けたらその後床で普通にジャンプできない説っていうのがあるらしくて、それをちょっと実際にね、せっかくトランポリン2つあるので今回検証してやっていきたいと思います。はい、でトランポリン飛ぶときに注意なんですけど、トランポリンの縁の方で飛ぶと結構バランス崩して危ないので、必ず真ん中で飛ぶように意識します。はい、まずじゃあトランポリンで飛ぶ前に、最初トランポリン飛ぶ前のジャンプ力を計測してみましょう。トランポリン飛ぶ前は30cm、24cm です。じゃあこれからね、トランポリン1分間飛んで、その後ジャンプして計測してみましょう。レッツゴー。さあ行くぞ。よーい、スタート。3、2、1、終了。はい、はい、じゃあ飛んで飛んで、はい、行くよ、はい、行くよ。っていう感じです。これが50代の体ですね。さあ、行くぞ。スタート。膝を伸ばした状態で体幹で引き上げて飛ぶ。それに対して床の上だと必ず膝を使わないと飛べないんですよね。体幹だけで引き上げようとすると、こんな感じで膝曲げて膝使わないと。だからトランポリンの膝を使わないで飛ぶ癖が床の上でもついちゃって、あまり高く飛べないっていうトリックでした。まあ頭の中では分かってても、実際ねやってみないと分からないっていうこともあるので、実際ねやって検証してみました。皆さんもね、ぜひお家にねトランポリンがある時には1分間飛ぶだけで結構汗かいていいトレーニングになるので、ぜひぜひ引き上げのためにもやってみてはいかがでしょうか。はい、この動画がね良かったと思う人はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。なんでこんな格好をしているのかってね気になる人は概要欄からぜひぜひチェックしてみてください。